国会議事堂はドイツの首都ベルリンミッテクにある議事堂。1894年から帝政ドイツ、バイマル共和国を通じて会員の議事堂として機能したが、1933年に不審火によって炎上した。1999年に修復され、現在はドイツ連邦議会の議場が置かれている。ライクスタックスジボードは、 神聖ローマ帝国皇帝の臨席する大会議の名称として使われ始め、国政が変わってもドイツ民族に連綿として受け継がれたライヒスタークの歴史的式と建物を意味する自暴ドの二つの単語からなる複合名詞である。東西ドイツ統一の後、旧ドイツ国会議事堂は全面的に修復され、1999年にライン下半の盆にあった。 連邦議会がこの建物に移転した。この際、建物の名称を、ライクスタックスジボードから、バンドシュタックスジボードと変更する動きがあったが、ライクスタックスジボード AM シッツでドイチェン、バンディスタックスという表現を作ることで、ライクスタックスジボードという歴史的名称を残した。国会議事堂1900年頃1871年に、統一ドイツが誕生して、以来、 国会は既存の建物を転々としながら開催されていた。新しい国会議事堂の必要性が叫ばれ、その場所としてベルリン市街地の西にある国王広場の東側が選定された。建築設計協議が行われ、ルートビヒ・ボーンステッドの案が優勝したが、予定地にあったポーランド出身のプロイセン外交官、ラチンスキ伯爵の邸宅の買収が進まない上に、 巨額の費用を要する建設には、当時の皇帝ビルヘルム一世や首相、オットー・フォンビス・マルクラが賛成せず、建設計画は中に浮いた。1881年に、ようやく議会は予定地の買収を決めたが、10年前のボーンステッド案に変えて、新しい建築案を選定する機運が高まった。1882年、 改めて建築設計協議が行われ、189件の応募案の中から、パウル・バロットの案が選ばれた。1884年、最初の礎石を皇帝が置き建設が始まり、10年の歳月をかけて1894年に完成した。当時、建物頂上の鉄とガラスのドームは最先端技術の域と言われた。英米軍の空襲とベルリン攻防戦で破壊された。 国会議事堂1918年、ドイツ革命の際、この建物のバルコニーから、ドイツ社会民主党のフィリップ・シャイデマンによって、いわゆるバイマル共和国の成立宣言がなされた。バイマル共和正規も国の正式名称は、ドイチャス・ライヒであり、議会の名称もライヒ・スタークのままであったため、この建物は、ライクスタックスジボードと呼ばれ続けた。 アドルフ・ヒトラーが1933年1月30日に首相となり、翌月27日に国会議事堂は謎の出火で炎上した。この国会議事堂放火事件をきっかけに、ヒトラーは、老齢の大統領パウル・フォンヒンデンブルクに、ドイツ国民と国家を保護するための大統領令を発布させ、バイマル憲法によって認められた基本的人権や、 労働者の権利のほとんどを停止させ、共産党や社会民主党に対して激しい妨害を加えた。3月5日の国会議員選挙の結果、ナチ党は43.9%の得票率により、議員数は288名を数えるという、バイマル共和制始まって、以来の大勢力となったが、単独過半数には及ばなかった。しかし連立を組むドイツ国家人民党を加えれば、 過半数となる上、当選した共産党の議席を事実上認めない措置によって国会の権力を握ることに成功した。国会議事堂が全勝したために国会開会式は3月21日にポツダムのフリードリヒ大王の墓所のある英字協会にヒンデンブルク大統領の臨席のもとにおこそかに行われた。1日置いて3月23日。 国王広場を挟んで、議事堂の向かい側にあった、黒料ペラ劇場を臨時国会議事堂にあて、国会審議が始まり、全権委任法が国家人民党、中央党の協力のもとに3分の2以上の賛成票を得て承認された。この後、ナチ党は政党を次々と解体して、同年7月14日には一党独裁体制を確立し、国会は、 政府の行動に賛成するのみの存在になった。ナチスドイツ時代、国会はほとんど開かれず、全勝した国会議事堂の修復は全く行われなかった。臨時国会議事堂に当てられたクロルオペラ劇場も第二次大戦を生き延びることはできず、空襲で全開した。第二次世界大戦中、半ば崩れた国会議事堂は1943年の ベルリン大空襲の被害を受け、1945年のベルリン市街戦では、武装親衛隊の強力な抵抗拠点の一つとなっていたため、赤軍の主要な攻撃目標とされ、さらに徹底的に破壊された。国会議事堂の屋根にソ連兵がソ連国旗を掲げる写真は、ベルリン陥落を象徴する、よく知られた一枚である。なお、議事堂内部には、 当時のソ連兵が残した落書きが現在も保存されている。旧国会日堂前で行われた東西ドイツ統一記念式展開層中の国会議事堂連邦議会の議場第二次世界大戦後ドイツはドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国に分断された。西ドイツではライン下半の臨時首都本にドイツ連邦議会議場が建設され、 連邦議会はそちらへ移転した。一方この地域一帯は西ベルリン地区に属したため東ドイツ人民議会もここを使用できずベルリンの旧国会議事堂は単なる廃墟となった。1956年この建物をめぐる国会審議ではこの建物は取り壊されないことになったが再建されることもなかった。1964年建築設計協議により パウルバウムガルテンの設計で内部が利用できる要部分修復が行われたが実際に連邦議会が使用する案は東側を刺激するとの理由で実現しなかった。以後、ドイツ再統一までドイツの歴史を問う内容の常設展示の会場として主に利用されていた。1990年10月3日、ドイツ再統一の式典は修復前の旧国会議事堂で開催され、 東西両国首脳らが集まり夜には花火も上がるなど一大行事となった。翌日には統一ドイツ議会がここで開催された。統一後の首都及び連邦議会の設置場所等をめぐる激しい議論はあったが、ベルリンに首都機能を戻すことになったため、ベルリンの旧国会議事堂を連邦議会の議事堂として新たに利用することが決まり、大規模な修復に着手し1999年に、 完成した。議事堂内部のホール修復の設計を担当したのは1992年の建築設計協議で勝利したイギリス人建築家ノーマン・フォスターである。当初の案にあった議事堂及び広場すべてを覆うガラスの巨大な平屋根などは変更されて現在の姿になった。修復工事では外壁以外のすべてが一旦取り払われる大改造を受けた。 中央の巨大なガラス張りのドームは19世紀末の議事堂建設時のガラスドームの存在を意識しているが、特徴的かつ斬新なデザインで、国会議事堂の見学に訪れる観光客も非常に多い。議事堂頂上のドームドーム中は見学者のための通路が巡らされており、屋上からはベルリン市街が望め、かつ眼下に議場が覗けるようになっている。また、 ガラス張りの議場にも上のドームから天然光が降り注ぎ、石像建築の屋内にもかかわらず、開放感があり、ドーム内の見学者に常時会議を公開し、開かれた議会政治をアピールしている。ドームのガラスは太陽の動きに合わせて常に角度を変え、直射日光を議場に入れず、かつ議場を常に明るい光で満たすよう設計されている。ドームは ベルリン観光の目玉となっており、22時まで開館している。警備は厳重であるが、観光シーズンには入場待ちの長蛇の列ができる。国会議事堂内部は明快で簡素な現代風オフィスとなっている。広い壁面を利用し、現代美術家の作品が各所に展示され、美術館のようになっている。このように環境に配慮し文化的で、 市民に解放された今日のドイツ政治というイメージを議事堂によってアピールしている。ありがとうございます。